かっこよすぎません？かっこいい。今御朱印が熱い。カラフル、ポップ、美しすぎる。これまでの御朱印とは一線を画すアート御朱印が今大人気。そこで名古屋市内の由緒ある神社で開運祈願アンドアート御朱印集め。そして狙うは今回の宝くじ当たりますでしょうか。ありがたいご利益を授かり夢の一等を手にすることはできるのか。この番組は関東中部東北自治宝くじ事務協議会の提供でお送りします。さあ始まりました宝くじドカーンと777万円スペシャル。司会進行を務めます東海テレビアナウンサーの高橋智之と森夏実です。どうぞよろしくお願いいたします。さあそして今日はスタジオにとても素敵なゲストの方にもお越しいただいています。まずは TKO のお二人木本さんと木下さんです。よろしくお願いします。そして SKE48 から大場美奈さんと鎌田夏樹さんです。よろしくお願いします。なんか結構オープニングから気になりましたけど ね冒頭からも流れましたけど、はい、アート御朱印、はい、今あんな可愛いのがあるんですね。そうなんですよ。可愛かったり期間限定のものがあったり、うん、本当に集め買いもあって、うん、運気も上がっていいことだらけなんです。運気上がってるって感じるんですか。もうなんかあいい感じ来てるんですよ。僕も実は行ってきたんですよ。です、ね、一緒に、あの V なかったらなんでやろうと思いながら見てたんですけどあいやそれはいいですけどね。僕も一緒に行ったんですけど、うん、やっぱ運気のなんか上がり方が良くない。なんか違いましたね。なんかすごいですよ。いいことがあったってこと。いや見てわかるやん。いやわかるなんか違うでしょ、何それ、なんか感じてるわけ。あそれは見ていただいた。そうですね、その声もたっぷりとお伝えしますし、はいはい、この後宝くじの最新情報も交えながら1時間皆さんお楽しみください。はい、さあそしてもう一人のゲストをご紹介しましょう、はい、宝くじ幸運の女神です。女神、はい、よろしくお願いいたします。それではあちらのカメラに向けて自己紹介お願いします、はい、宝くじ幸運の女神新竹佐穂と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まず幸運の女神というのはどういった役割があるんでしょうか。はい、全国各地で行われます抽選会での司会アシスタントやジャンボ宝くじなどのキャンペーン活動を行っています。いいですね。日々いろんなもの浴びてる方ですよ、ね、だからきらびやかとしますね。ねえ、輝いてます。ちょっと握手してもらっていいですか。ありがとうございます、そして皆さん、女神なんですけど、はい、実は趣味が御朱印巡りなんですって。そうなんです。なので今日楽しみにしてきました。そうですね、すごいですよ。素晴らしい本当に、はい、じゃあバッチリですね。はい、はい、さあそしてそんな女神も番組ご一緒いただきまして、うん、そして番組の中では第2484回関東中部東北自治宝くじ抽選会の模様も一緒にお伝えしていきます、はい、そして抽選するこの宝くじは1等が777万円と、これ縁起のいい数字じゃないですか、はい、そうですね。ちょっとねもう皆さん持ってもらってますけど、ゲストの皆さんもその今回宝くじを持っているわけですね。はい、持ってます。はい、当たってますね。スケールの2人も TKO のお二人も持ってますね。全然見せない、持ってますよ。そして会場にお越しの皆さんも今日は持っているんですよね。あら、はい、ありがとうございます。いっぱいたくさん振ってくださって、マラソン大会みたいな。ありがとうございます。この後ほど抽選の模様も皆さんでじっくりとご覧いただきたいと思います。はい、はい、ではまずは最初の企画いきましょうか。 SKE の2人、はい、はいはい、私たちは運気上昇を祈願してアート御朱印をいただきに名古屋市内の神社を巡りました。女子2人でのもう楽しい1日になると思ってたんですけど、うん、ちょっとした飛び入り参加者もいるのでね、うん、これもおじさんですね。そうですね、これおじさんだからね。それではご覧ください。先にある三輪神社ってところに今から行きます。三輪神社、そう、三輪神社です。あ、本当だ、神社ある。この神社には可愛いと評判のアート御朱印というものがあるらしいです。めっちゃ人気そうじゃないですか。並んでるよ、すごい。御朱印を求めて多くの人が並ぶ中区大須の三輪神社、宮司さんにお話を伺いました。こちらってどういう神様がいらっしゃるんですか。こちらの神様はですね、大物主の大神様、はい、はいはい、大黒様ですね、うん、1570年頃の創建とされる三輪神社。
縁結びや家内安全などにご利益があるとされます。その境内には幸せをもたらすというあるものが。なでうさぎですね。こちらなでていただくと、幸せをもたらすというこのうさぎさん、なせてみてください。嬉しい、行こう行こう。あら、かわいらしい、幸せのなでうさぎ。あ、これか。あれ、あれ、TKO の木下さんですよね。違います。あれ、おはようございます。おはようございます。いや、完全に木下さんですよね。はい、違います。え、鶴瓶です。ちょっとモノマネいいですから、はい、あれ、どこがいいですか。行っちゃったよ。怪しい鶴瓶さんより参拝参拝で、2人は何をお願いしたの。やっぱ願いって言わなきゃダメですよね、テレビだからね。そうです。本当言わない方がいいです。まあそうですけど、テレビです。次の給料が上がりますように。よく分かるよ。うさぎさん、そんなの聞かなくていいですからね。何を願ったのか、または。私はやっぱりもう777万円、当たりますように。あ、そっちだった、今日の番組そっちだった。そっちですよ、忘れてた。そうです、自分のご利益を。こちらにもうさぎさんいるんですけど、境内の中にね、うさぎさんがいっぱい隠れてるんです。境内には大黒様のお使いとされるうさぎが至る所に。見つけるとさらなるご利益があるかも。どちら。あー、待って、もう見つけた。いたー、あさちゃん。こういうことですか。そうです。ここにもいますけど、まだ他にもいます。まだいるんですか。私見つけたんですよ。ここ。どこ。この中にうさちゃんが。あ、本当だ。こっちから見るとお尻なんですけど、かわいい。隠れうさちゃんや、隠れうさちゃん。あ、待って、またさっきの。こんなとこにもおる。いや、木下さん楽しんでる。あんなとこにもおるしな。いや、だから木下さん、こんなとこにもおるしな。木下さん、今木下さん、ちゃいます。セント君です。木下さんも運気アップにあやかろうと来ちゃいました。まず本殿へのお参りを済ませた3人。そしていよいよ行列ができるほど人気の御朱印をいただきます。こちらがですね、見本になります。はい、こちらが、はい、3月3日受けていただいている御朱印。こんなに華やかなんですね。初めて、はい、こちらはですね、見開きになってます。かわいい。御朱印帳を開いた形で受けていただける御朱印、はい、期間限定桃の節句の御朱印。華やかで美しく、まるで芸術作品のよう。私そもそも御朱印帳持っていなくてですね、はい、今日ここで購入できたりしますか。はい、え、あ、なんかすごい。こちらね、御朱印帳、同じデザインなんですが、御朱印帳はそれぞれの神社やお寺で購入できます。三輪神社は御朱印帳もカラフル。私テーマカラー自分のが青なんで、はい、ちょっと水色で。いいよ、いいですね。かっこいいね。まあ、僕もね、家にあるんやけどね、僕はちょっと忘れたから。忘れたんですか。え、そうです、あの、はい、今日お参りするって。変装してくれしか言われない。持ってきて御朱印帳を置いてくる。御朱印帳を忘れた方のために、書き置きの御朱印があるところも。これを持ち帰り自分の御朱印帳に貼ってもご縁は結べます。 SKE の2人は御朱印帳に直接書いてもらいます。その間に、おもかる様を特別に拝見。伊勢湾台風で倒れたご神木で作った大黒様。願いが叶うときは、軽く持ち上がるんだそうです。やはり今回は、なんといっても宝くじですよ。そうですよね。ね、777万円、はい、おもかる様に。はい。当たりますか、はい、ということも聞いてください。よいしょ、失礼します。一回持ち上げる、はい、よいしょ。あ、お、結構ずっしり重たい。大丈夫ですか。入ってるよ。これ一旦置く。置きました。今回の宝くじ当たりますでしょうか、うん、どうか当てたいです。お願いします。お願いします。いきます。あれば軽いですよね。あれば軽い、はい、重たい。うっそ、さっきより全然持ち上げられてないじゃん。え、本当ですか。そうやろ、もらってるやん。本当に、本当ですか。
終了。このおもかる様、毎月8日の大黒様のお祭りに参加すれば体験できます。はい、御朱印ができましたのでお渡ししたいと思います。はい、はい、こちらですね。あら、かわいい、すごい、かわいい、大事にします。はい、ありがとうございます。はい、で、こちらですね。はい、おー、羽ね、すごいキラキラしてますよこれ。いや、すごい豪華。こちらの御朱印はですね、季節のもの、はい、毎月毎月、3月は今お雛様、うん、4月は5月はあって、どんどん、変わっていく御朱印です。いや、素敵な御朱印、はい、ありがとうございます。ありますように。ありがとうございます。今日は素敵な御朱印もいただき、運気が上がったのではということで、じゃあここでちょっと試しましょう。え、運試しのコーナーでございます。運試しのコーナー、当たり付きのアイスで運試し、運気が上がっていれば当たるはず。いこう、1打席目どうだ。外れました。じゃあ2打席目どうぞ。外れお願いしますスリーアウト。ここで使わなくてよかったね。ね、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 ちゃんちゃん。まだまだ運気を貯めましょう。続いては、さらに運気を上げるべくやってきたのはこちら、豊国神社です。はい、こちらはですね、豊臣秀吉生誕の地と言われてまして、うん、その豊臣秀吉さんを祀っているっていう場所なんで、すごいと思います。ここで生まれたってことですか。そう、生まれた場所、もうここ自体がパワースポット、すごい、過言じゃないかもしれません。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも、ようこそご参拝いただきました。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。中村区にある豊国神社、御祭神は豊臣秀吉で、出世の神様として崇められています。それではどうぞ中の方へご参拝ください。こちらの方からお入りください。こちらですって、はい、はい、え、中入れるんですか。あ、どうぞ。あら、お邪魔します。あらあら、貴重な経験、ね、いや、近くまで行けるよ。神の近くまで、こんな近くに。うわ、特別に御祭神の前で参拝させていただけることに。もちろん3人はここでも運気アップを祈願しました。実はこちらはですね、豊臣秀吉だけではなく、加藤清正も御祭神ということで、お祭りをされております。加藤って読み方変えると加藤です。加藤、加藤、だから勝負の神様になってくる。ああ、その加藤、勝ち負けの加藤、加藤、はい、なるほど。出世の神様豊臣秀吉と勝負の神様加藤清正を祭るこちらの御朱印は、今当社では、ご準備できるのがこの、まあ、4種類の御朱印になります。またちょっと違うね、さっきと。かっこよすぎません？かっこいい、大人な感じですよね。まあ、本来御朱印の意味は、参拝していただいて記念ということがございます、うん、はい、あとは、まあ、私はこの御朱印の意味が何であるのかということを参拝していただいた方に知っていただきたいという、はい、まあ、最初こちらピンクのものがあるんですが、はいはい、これは豊国大明神といいまして豊国神社というのは神社ですね、はい、けどもこの大明神は何というと秀吉さんの神様の名前なんです。っていうことを説明したい。それから今度こちらはですね、はい、毎月18日のみ、これは秀吉公が亡くなったのが8月の18日なんですよ、はい、この金箔、本当の金箔ですから、本物なんですか。24金です、で夢を抱いていただきたいということで、夢という字を書かさせていただきました。こちらは皇位継承に関わる儀式の日限定のもの。また4月には熊本復興支援の御朱印も。で、御朱印帳をお求めになっていただいた方、これは関白のね、天下統一した門なんです。わあ、
で最初のページがこの金の字で書かさせていただいております。あと日にちを入れるだけなんですが、はい、でこちらが、秀吉さんが生涯太閤になった時に使った印鑑、はい、ですから、まあ、当社ではこちらの御朱印を。木下さん迷わず御朱印帳を購入。そして3人は毎月18日限定金箔の御朱印を特別にいただくことに。ほんま綺麗な金ほんと、これすごい金。え、触っても大丈夫ですか、はいはいはい、これ多分に日本中で初めてだと思います。すごい。これちなみに毎月18日しか出ない御朱印、はい、今日は特別にいただきましたけど、本当に18日、そうなんですね、18日しか出ない、はい、じゃあもう私たちヤバいやつもらってんじゃないですか。ヤバいやつ持てんで、これ特別参拝に特別な御朱印までいただいたので運気アップ間違いなし。そこでちょっとここで運気試しましょう。はい、はい、上がってる証拠。今我々すごいパワーが出てると思うので、はい、来てます。じゃんけんしましょう。じゃんけん。とシンプルに来ましたね。シンプルです。カップルいますね。あ、こんにちは。こんにちは。ちょっといいですか。こんにちは。今日はこんにちは。どちらから。トヨタから。おー、遠い。ちなみにどういった今度起こしてあげて、はい、ました。おめでとうございます。おめでとうございます。幸せオーラをまとったお二人に会い、すでにご利益をいただけた気もしますが、運試しにお付き合いいただきます。最初はグー、じゃんけんほい。あ、緊張しますね。いいですよ。今すごいバチバチですよ。もう今だからもう本当対等ですから。これもオンエアで伝わらへんやろな。この辺すっごいもうなんか火花みたいな。ピリピリしてはありますから、はい、本当に、はい、さあ行きましょう。もう一戦。最初はグー、じゃんけんほい。これね本当にね今すごい互角なんですよ。そうだって今さっきお互いねお参りしたばっかですから。はい、じゃあ行きましょう、はい、最初はグー、じゃんけんほい。おお、やばいなあ。今だって何にもしてないです。本当に今すごいよ。今すごいよ。加藤だけでしたから。今すごいよ。続いては鎌田さんが挑戦。最初はグーじゃんけんほい。大丈夫、一勝一敗や。ラスト、そうだ、チームだ。チームお願いします。じゃあすいません、お願いします。兄さんお願いしますよ。最初はグーじゃんけんぽい。じゃないっすよ。いや、これはお二人幸せになります、はい、おめでとうございます。どうもありがとうございました。今回本番のためにプラスすぎる。貯めました。貯めました。貯めたんですね、はい、今もこの辺まで来てます。はい、はい、運がさらに運気を貯めるべく3人がやってきたのは北区の和気大江神社。1400年前の書物にもその名が記されている歴史ある神社で、平日でも多くの人が御朱印を求めて訪れます。よいしょ。お邪魔します。お邪魔します。よいしょ。こんにちは。あ、女性だ。ようこそお参りくださいました。こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。はい、こちらはどういった、はい、こちらの方ですね、御祭神はイザナギ、イザナミの御事、そしてアマテラス、大御神、そしてスサノオの御事、ツクヨミの御事、そちらの方ですね、お祭りさせていただいております。私たち今回宝くじを当てたいっていう、そうなんです、ね、目的があるんですけど、はいはい、こちらの方には金運の大黒様と恵比寿様をお祭りしてございます。はい、すごい。お呼び出しするときにこちらの小槌を持っていただきまして、こちらの招福神織板というところですね、3回叩いていただきまして、お呼びいたしまして、お参りしていただくという形になっております。ですよ、ね、はい、神様を呼ぶ板本、はい、そうです、はい、横文字にすると急になんか分かりやすいですけどね、はい、はい、いきます。響きますね。響くね。大丈夫、大丈夫。幸先が。金運アップを祈願。そして気になる御朱印は、こちらが御朱印の、またなんかすごい、はい、ひな祭りの、ね、はい、今までの、今までの、はい、何これ。毎年変わるんですか。はい、毎年毎年ひな祭りでも変わっていくと。はい、そうですね。綺
綺麗な御朱印ですね。艶やかですね。あら、かっこいい。これは七夕ですね。あら、似合ってますね。なぜこういう御朱印を考えられるきっかけ？以前は通常の印だけを押して、まあ、墨字を書いて の御朱印を分かちしておりましたが、あの御朱印をきっかけに皆様がお参りいただいたりとか、何かこう神社のこう伝統文化とか日本の伝統文化に触れていただく機会が持てればなということで、ね、はい、ただ可愛いだけじゃなくてちゃんと一つ、そうですね、意味がございます。今年の限定御朱印はどんなものなのか、御朱印帳に書いてもらいました。それではお待たせいたしました。はい、はい、じゃこちらまずですね、3月の通常の御朱印でございます。僕のだ。はい、わー、華やか、かわいい、かわいい。あれ、木下さんには今年3月限定の御朱印、そして SKE の2人にはこちらはひな祭りの御朱印でございます。すごっ、すごい、めちゃくちゃ綺麗。これは限定。こちらは限定でございます。なるほど。これって来年はもうないですもんね。ないですね。また別のデザインになっちゃう。これ人気出るわ、はい、これは集めますね。これは来るわみんな。御朱印をいただき、特別に本殿でお清めもしてもらった3人、これでもう運気はたまりまくりでしょう。ということで最後はおみくじで吉凶を占います。さあ、はい、それではまず川口ちゃんいきますか。はい、はい、私の運勢はドンドン。どうよ。大吉。出た出た、やったー。これは持ってる持ってる持ってる。来ました。いい流れです。来てますよ、はい、この流れでね、いきましょう。大場いきますよ。大場ちゃんいきましょう。はい、はい、大場はせーのドンドン。吉、吉、いいやん。いいよ、これね、書かれてること大事ですからね、はい、飽きない、値段変わりなし。あれですね、給料上がんねえよって言うてたね、なんか個人的に。いい流れ、最後ですよ、大鳥。ありがとうございます。いきますよ。今年暑いですからね、はい、こうですね、いきます、はい、さあこちら、ドン、末吉。末吉、末吉、末吉、ちょっと半端やな。あることが大事です。キチついてますから、ね、とりあえず。ついてます。いきます。はい、飽きない。騒げば損あり。おお、やっぱ騒いちゃダメじゃん。騒ぐなって芸人に言うこと。木下さん、この後の抽選が楽しみですね。どないやスタジオ。頼むで。騒ぐなよ。騒ぐなよ。ちょっと芸人とは致命傷ですね、騒ぐなって。ちょっと喋るなんだもん。やっぱり騒いじゃダメ。騒げば損ありです。でもこうやって、ね、もう木下さんどんどん運貯めて貯めて。そうなんです、今どんどん貯めてますから、ロケの後半に従ってどん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 運気なくなっていってるから。そうですか。大丈夫、雨でロケ運なかったですよね。そもそも、ね、だからいろいろ貯めてるんです。マイナスなことも全部今日のために、ね、はい、置いてきたんです。今日爆発させましたね。でもやっぱりね、あの御朱印がとっても綺麗でしたね。本当に可愛い。今これで SKE のお二人も御朱印帳持ってますね。これですね、はい、持ってます。見せてください。いただいてきたものは、こちら今回いただいたアート御朱印というもので、もうどの種類も本当に可愛くて素敵なんですよ。女の子はこのカラフルはね、ちょっと集めたくなりますね。これもう来年また違いますからね、うん、はい、毎年違うっていうのがいいですよね。あ、これかっこいいのもあったよね。かっこいいよね、これ。かっこいいデザインありますから。めっちゃかっこいい。女神もね、御朱印巡りが、はい、もうすごく羨ましいです。可愛くて、私も機会を見つけていただきに行きます。ぜひぜひ。で、純粋な疑問なんですけど、このロケ、なぜ僕呼ばれてるんですか？なんで？なんでなんで？運気下がるんです。来たら？来たら？じゃあ今日も呼ばん方がいいね。それ後ほど協議いたしますので、ただね、これからね、いよいよ抽選始まりますし、いよいよこの後、一等777万円。皆さん、お手元ありますか？もちろん。宝くじ。ありますよ。準備バッチリですか？はい。一等いくらでしたっけ、森さん。
777万円の抽選です。はいはい、いや楽しみです。さあこの中から一等当選者は現れるんでしょうか。 CM の後いよいよ一等777万円の抽選です。ドリームジャンボ宝くじドリームジャンボミニはいよいよ4月1日月曜日から発売。ドリームジャンボは今年もラグビーワールドカップ2019を応援しています。宝くじドカーンと777万円スペシャル、東海テレビ D スタジオからお届けしています。はい、実はこの番組が始まる前に6等から2等そして1等の4本のうちの2本はですねこのスタジオで抽選が行われました。はい、こちらご覧ください。はい、今画面に出ているこの番号が当選番号となります。はい、はいはい、合わせてご確認ください。はい、このように今数字が出ていますがどうですかゲストの皆さんは。ちょっと手元の音確認して、まあ、どうでしょうか。今のところはね、まだ当たってたら今立ち上がりながら番組やってます座ってられない、座ってられない、まだ2本抽選ありますからね。まだあります、まだあります、はい、そう、しかも777万円ですからね。さあでは緊張の一瞬です。それでは参りましょう。わお、さあいよいよ第2484回関東中部東北自治宝くじの抽選を東海テレビ D スタジオで行います。はい、これから宝くじの抽選がどのように行われているかというのを皆さんじっくりとこれからご覧いただきます。はい、でこの抽選会には必ず立ち会い人が出席して厳しい目で見守るんですよね。そうなんです。はい、立ち会い人の皆さんをご紹介いたします。名古屋市財政局財政部資金課資金係長友口大輔さんをはじめ5人の皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今日は宝くじの地元ファン代表として SKE48 の青木しおりさんにも立ち会い人としてお越しいただいています。あの際どいところに矢が刺さることがありますので立ち会い人の皆さんにはオペラグラスを使ってこのようにしっかりと番号を確認していただきます。はい、はい、そしてちなみに青木さんは宝くじは買われたことありますか。はい、はい、私も買ったことあります。20歳の時に記念に年末のジャンボ宝くじを買いました。あ、はい、そうですか。ちなみに気になる結果 は、ちょっと残念だったんですけど。じゃあ青木さんも運気を貯めてますね。はい、運気を貯めてるってことですね。はい、そうです。今日のために貯めてる。はい、今日はしっかりとチェックお願いしますね。はい、はい、そして抽選のお手伝いをしていただくお二人です。はい、よろしくお願いいたします。もちろんここからも女神もご一緒にお手伝いしていただきますのでお願いします。はい、よろしくお願いします。さあでは抽選に入る前にまずは抽選のルールを説明しましょう。それでは参りましょう。宝くじ抽選ルール。抽選は電動風車型抽選機で行いますが矢が発射されなかったり発射されても刺さらなかったり発表の前に矢が落ちてしまった場合その抽選機はやり直します。同じ等級に同じ組番号が出たら後の抽選をやり直します。宝くじは10万番から19万9999番までの10万枚が一組です。風車番の数字と数字の間には金属の仕切りが設けてありますので数字と数字のちょうど真ん中に矢が刺さってしまうことはありません。また風車番の数字は右回り左回り2つ置きの右回り2つ置きの左回りとなっています。風車盤の数字は風車盤の中心を下にして読みます。6と9は間違いやすいので数字の下に線が引いてあります。以上宝くじの抽選ルールでした。さあお分かりになったでしょうか。ではいきますよ。1等777万円の抽選です。
1等777万円は特定の組と番号を4個抽選して当選本数4本を決めますが、そのうち2個はすでに抽選されておりますので残り2個の抽選をいたします。従いまして6台の抽選機で2回抽選いたします。それでは準備をお願いいたします。さあでは1等の抽選、これが3回目ということになるんですがね、はい、いよいよこれから抽選が始まりますよ、ね、ドキドキしますよね、皆さん、ね、なんか独特の雰囲気ですよね、はい、これルーレットのこのルールも知らなかったですね。あったんですね、はい、そういう順番が知るとまたワクワクも高まるかと思いますが、ね、TK 沖本さんは普段は験担ぎされたりはしますか？あ、僕ね、あの財布の中にあの宇宙の隕石のかけらを入れてるんですよ本当に、本当にあのただ売ってるおじさんが超怪しい人でしたけど、でもいいなと思ってちょっと財布に入れてるんですよ。そうなんですね。蛇の皮ではないです、はい、もう昭和、もう平成はもういいです、はい、その効果も発揮されるんでしょうか、はい、皆さんも思い思いの今緊張感を持ってるかと思いますが、さあそれでは抽選機の準備も整ったようです。それでは行きましょうか、風車版スタート。さあでは1等777万円、これが3回目の抽選となります。今その抽選機6台の風車版が回っています。さあでは間もなくその番号が決まりますよ。さあでは女神と一緒に確認していきましょう。はい、見事に017組の、これは際どいですね。私も017と見ましたが、立ち会い人の皆様も017でよろしいでしょうか。あ、5人全員の手が上がりました。017組の19万9000600、010、これも際どいですね。私も0と見ましたが、立ち会い人の皆様も0でよろしいでしょうか。あ、5人全員の手が上がりました。0105番です。5番です。1等777万円、その3回目の抽選、その当選番号は017組の199万9600、0105番です。3回目は017組の199万9600、0105番に決まりました。はい、残り1つの抽選はまた後ほど行います。はい、はい、さて突然ですがここで皆さん質問です。はい、はいはい、宝くじは普段私たちの身の回りのさまざまなところで役立てられているんですが、はい、具体的にどんなところに役立てられているのかご存知ですか、おばさん。いやいやいや、いきなり、全然わかんないですよ。何やろ、公共的なやつ。コンビニとかですか。コンビニ、コンビニダメですか。コンビニとかそんなわけないですよね。鎌田さんどうでしょう。コンビニが違うなら、うん、遊園地とかテーマパーク。いやいやいや、いろいろ出てきましたが、はい、じゃあこの機会に知っていただきましょう、はい、皆さんのために宝くじについてまとめてあります。こちらご覧ください。うん、宝くじの役割、SKEの2人分かりましたか？はい、分かりました。初めて知りましたね。ね、こんなに身近に宝くじがあると思ってなかったです。今改めて見たら、あのコンビニって言ったら恥ずかしいですよ。恥ずかしいです。そして申し訳ないです。意味も分からなかったかな。なんか身近に使えるとこかなと思って。はい、この情報も自慢してください。はい、さあ、では続いてこちら皆さん知っていますかね？キムトさん、これご存知ですか？あ、スクラッチカード。そうです、スクラッチくじなんですが。はいはい、そうなんですよ。はい、ということは皆さん、これで、うん、運試しちょっとここでしてみてやりましょうやりましょう、はい、ではスクラッチを当てて流れを引き寄せましょうね。はい、じゃあ女神、このスクラッチどんなものか遊び方教えてください。はい、今回遊んでいただくのはドラゴンボールスクラッチベジータ3トリプルマッチです。こちらのフリップを使って説明いたします。はい、まず左の赤枠の中を全て削ります。はい、ABC どれでも横1列に同じ絵柄が3個出れば当たりで、出た絵柄に応じたこちらの当選金が受け取れます。はい、横1列ですよ。はい、では早速見本のフリップめくってみましょう。はい、実際にはねコインなどで削るんですが、はい、削って削って削ると削ると、おー、 B が揃ってますね。ベジータの絵柄が3つ揃ってます。女神、これはこちらは1等100万円当選です。気持ちいいですね。
こうなるかどうか。はい、ということで皆さんには私がこちらのスクラッチを差し上げますので、うん、はいはい、削ってみてください。やってみましょう。じゃあ横にお願いします。はい、どうぞ。もうこれ本当の運試しですからね。もう本当に、これ固まってますからね。確かに、そうですね、どこにも発生しないですか。ここで今放出する時ですよ。いいですか、ほんまにこれ、はい、当たっちゃって、左側から。ちなみにもし当たっちゃっても、当たったら当選品は皆さんのものですから、はい、もらえるんですか。はい、どうぞ。偉いさんに呼ばれたりしません。怖い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 。大丈夫です、これ当てたいですね。じゃあ行きますよ、はい、行きましょう。左側から当ててください。そうですね。あー、出てきたよ、ベジータ。ほら、おベジータが来ました。これ100万円ですよ、揃えば。もう一個いくよ、ベジータ。えさすがレイチ、ちょっと待って。あ、怖い、出てくるかも。行くよ、行きましょう、行きましょう。ベジータ、ベジータ、ベジータが出れば100枚。ああ、これベジータのマークでしょ。ダメです、ダメです。カモン。ちょっと僕見てください。はい、これ僕もドラゴンボール2つ出てきてるんですけど。木本さんも、あら、すごい確率。これいきますよ。これは宇宙船ポット3等1万円です。1万、揃えば1万円です。いきますよ、はい、こわー、惜しい。残念、惜しい。削りすぎてこんなんなったんかな。どんどん、じゃあ皆さんどんどん削ってください。リーチリーチ、私今トリプルリーチ。え、トリプルリーチ、楽しましてくれるね、これ。あら、すごい。じゃあ鎌田さん行きましょう。どんどん削っていきましょう。トリプルリーチ、なんと鎌田さんトリプルリーチ。あるよあるよあるよ。こんなことあるんですね。ちょっと鎌田さんの気になりますね。運気皆さん貯めてますから、どうなるのか。あー、ベジ、あー、どうだった。最後、あと一箇所。あー、トリプルリーチがあってもダメでした。皆さん楽しんでいますが、女神、このスクラッチいつまで発売中ですか。はい、このドラゴンボールスクラッチベジータさんトリプルマッチ第2486回関東中部東北地宝くじは今月31日日曜日まで発売中です。ぜひ皆さんも遊んでみてくださいね。はい、今月31日まで。そして木本さん、どうなりました。どうしたんですか。これこれ行くよ、行くよ、これ参考行くよ。はい、やった、当たった。これは千頭巾着袋200円6等おめでとうございます。やったー、200円でもええよ。さあ、では CM の後は1等777万円残り1本の抽選です。あるよ、今日あるよ。本日抽選のロト7、ただいまキャリーオーバー発生中。1等賞金最高10億円のチャンスです。やりました。さあ、宝くじドカンと777万円スペシャル、抽選残り1回の抽選ということになりました。では抽選機の準備をお願いいたします。泣いてもらってもあと1回ですからね。で、ぜひですね、これ最後なので、どうでしょう、今スクラッチくじ当てられた木下さん、これ発射機のスイッチ押しませんか。ええ、いいかも。いや、だって今当てたんやから。そうですよ、いい流れを。どうぞ。うわ、いいですか。はい、どうぞどうぞ。うわ、ちょっと緊張する。ぜひ、こちらの発射ボタンご用意してますので、はいはいはい、音楽が鳴り終わった後に押してくださいね。わかりました、はい、あの、お願いからタイミングずれんのやめて。いや、ほんまやな、ほんまやな。そんなあのミスしない、ね、皆さんの夢が詰まってますからね。わかりました、はい、皆さん任せてください。いきます、ね、全員に当てられるようにね。はい、結構責任も大きいですから。わすごい、はい、今しっかりと矢がセットされています。さあ、泣いてもらってもあと1回の抽選となりました。それでは抽選機の準備も整ったようです。いきましょうか。風車版スタート。1等777万円、残り1回、4回目のこれが抽選となります。これが最後です。さあ、結果はどうなるでしょうか。音楽が鳴り終わったのですよ。風車番が勢いよく回っています。お願いします。お、さあ、今木下さんが落ちました。では全部刺さってる。よし、手紙確認しましょう。いくつだろう。39組の14万。これは際どいですね。私も14万と見ましたが、立ち会い人の皆様も14万でよろしいでしょうか。全員の手が上がりました。14万。8000。200。80。80。0番です。
0番です。1等777万円、4回目最後の抽選が終わりました。では当選番号です。39の組の14万8280番です。4回目は39組の14万8280番、1等777万円の当選番号は03組の18万4718番、09組の19万7430番、07組の19万9605番、39組の14万8280番に決まりました。はい、はい、ということで、ね、これで全て番号が出揃ったということになりますね。そうですね、1等777万円抽選が終わりました。テレビご覧の皆さんはどうだったでしょうか。はい、ちなみにゲストの皆さんもちょっと楽しんでもらいましたかね。はい、いや、めちゃくちゃ楽しかったです。なんか初体験で、はい、なんといっても木下さん緊張しました。どうでした、どうでした。なんか本当ビリビリっときました。ビリビリきました。故障してるわ。いやいやいや、してません、してません。緊張してね。それではここで女神からのお知らせです。はい、本日抽選が行われました第2484回関東中部東北自治宝くじの当選金の支払い開始は3月27日水曜日からです。そして TKO SKE48 の皆さんにも挑戦していただきましたドラゴンボールスクラッチベジータ3トリプルマッチ第2486回関東中部東北自治宝くじをはじめご覧の宝くじが発売中です。まだまだいろんなところでチャンスがありますね。はい、そして女神、来月1日月曜日からいよいよドリームジャンボ宝くじ、そしてドリームジャンボミニが発売されますね。はい、ドリームジャンボ宝くじは1等賞金が3億円、1等の前後賞がそれぞれ1億円で、1等前後賞合わせて5億円と超豪華賞金が魅力です。ドリームジャンボミニは1等賞金が3000万円、1等の前後賞はそれぞれ1000万円で、1等前後賞合わせて5000万円となっております。10万円以上の当選本数は2つのドリームジャンボ合わせて4万7495本と多くの方に当選のチャンスが広がっています。発売は4月26日金曜日までで、価格はどちらも1枚300円です。ドリームジャンボは宝くじ公式サイトでもご購入いただけます。お買い忘れのないようお早めにお求めください。はい、詳しくは宝くじのホームページ、そして宝くじの売り場などでご確認ください。はい、さあ、あっという間のお時間となってきましたが、はい、どうでした TKO のお二方。いや、なんといってもごめんなさい、本当僕ドラゴンボールスクラッチ、こんなパッとこう当たるんだというね、はい、なんか可能性を感じました。そのままの、ね、発射ボタンも押していただいて、発射ボタンも押しましたし、なんかこうなってきたら金額というよりも揃ったことの気持ちを、確かにそのゲーム性ね、羨ましい、楽しいです。これで偉いさんに呼ばれたら僕びっくりしますけどね。100円ずつにしようぜ。いや本当に、うん、こういうのをルールとかも知れて、はい、で実際に皆さんと当たるまで、まあ、当選する人もいったかもしれないですけど、それを一緒に体感できるっていう、こんな面白い企画、ぜひこれテレビでやった方がいいんじゃないですか。これテレビでやってますよね。それはですね、SKE のお二人も御朱印巡りもして、はい、ね、運気も貯めて、もっともっとだから運気貯めて、また再チャレンジっていうか、そうですね、したいなと思います。ここまでいいのかな、多分。そうです、まだ満タンぐらい、30パーぐらいでした、はい、3カ所だったんで、はい、3カ所前に再チャレンジ。 SKE のお二方もちょっと皆さんにもね、こんなアンケートがあるんですよ。何何これ、はい、こちら平成29年度に宝くじで1000万以上の当選を当てた高額の方にアンケートをしたんですよ。その結果ですね、一番割合の多いものをアンケート結果こちら並べました。職業は会社員 42%、 会社員が一番多かったということですね。そしてこれね、面白いのがね、星座、双子座が100人もいるんですよ。 なんでやろ双子座、いいな。この中で双子座の方は違うんですよ。違うな、いない。そして女性はイニシャルが MK さん、そして男性が、はい、TK さん、はい、2人とも TK なんです。木下隆之さん、はい、木本武宏さん、だから我々 TKO なんですよ。すごい、はい、これはアンケート一番多いっていう割合が、あと木村拓哉さんもそうですね。そこに並べたら赤い赤いと、
すごいですね、なんかそういう統計が、はい、あるんですよ。統計上はこうなるってことですね、うん、だからちょっと際立ったっていうのも一つ何か、いいな、そうですね、じゃあ次チャンス回ってくるかもしれないです、はい、不思議、はい、そうですね、さああっという間のお時間となりました。宝くじドカンと777万円スペシャル、まずはゲスト TKO の木本さん、木下さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。そして SKE の大場さん、小田さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして幸運の女神、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆さんはどうだったでしょうか。それではこの辺でさよなら。この番組は関東、中部、東北自治宝くじ事務協議会の提供でお送りしました。